はいどうも、トエです。皆さん、今週のワンピース、実はですね、こいつ怪しいよなっていうキャラクター出てきたんですけど、皆さん気づいてますかね。はい、サタン星。いやいや違うんですよ、あいつはもうずっとクソですからね。ドラゴン、基本的にいいやつですよね。ベガパンク、そうなんです、ベガパンクなんです。いやいや今更って思うかもしれないんですけど、ベガパンク、僕たちが知ってるのはルフィたちの味方をしてくれて世界平和のために頑張ってる、まあいいやつやんって思うんですけど、で実際今週のラストでもクマと、成人じゃなお前は、成人、俺はただの清原パシフィスタだ、ペッ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 、名前が出ない、気に入った、未来の戦士たちをそう呼ぼうという感じで、まあいい感じに和やかに会話したわけなんですよ。まあしかしですね、この時のドクターベガパンクはクマが無敵奴隷に改造されたり、ボニーが政府に人質に捕らわれてしまう原因を作った裏切り者の側面も実はあるんじゃないのかなと、まあ、それゆえにそれを後悔してボニーに対して愛着があるんじゃないのかなっていう気もしたんですけど、まあ、それがねどういうことかって話していくと、まあ、今週のワンピースでクマが、まあ、めっちゃ気になることを言ってたんですよね。妙な男だが欲求に正直で信頼できるということを言ってたんですよ、まあ、というわけでこれはドラゴンがベガパンクのことを指してクマに対して言ったセリフなわけなんですけども、クマが言っていたこの欲求とか欲とかっていうのは、まあ、エッグヘッド編の、まあ、ある意味テーマの一つと言っても過言じゃないぐらい取り上げられてると思うんですよ。実際ベガパンクのサテライトリリスがですね、最初に言ったセリフも、ダメじゃ、また失敗か、なぜ生物の欲は制御できないっていうことでしたし、実際それが伏線になってベガパンクが空白の100年の研究をしていることを五老星に密告していた裏切り者はサテライトの一人、よーくやったっていうことなんですよね。でどんな欲やったかと、ねえステラ、あたいね天竜人になるんだっていう、まあ出世欲なんですよね。なんて欲はこの天竜人になりたいと、でさらに自分だけが唯一無二のベガパンクになりたいという承認欲求から来ていると。でこの時もベガパンクを元に作られた欲を司る欲が天竜人になりたいイコールベガパンクを元々は天竜人になりたかったというようなことが言われてますけども、今週のクマのセリフを聞いてベガパンクは頭が巨大な頃は自身の知的好奇心のためならかなり悪い側面もあったんじゃないのかなっていうことをね、実は思ったんですよね。まあ、やっぱ欲が元々中にいたってことですからね。でその証拠として今まで描かれてきたベガパンクの悪い描写とベガパンクのモデルになった超ヤバいキャラを実は今日紹介していきますね。それが分かると実はですね、こっからクマとベガパンクとサタン星の間でどんなことが起きたのかっていうのが分かっちゃうんじゃないのかなと思ったんですよね。まず一つ目、ベガパンクのサテライト。まず思い出してほしいのは、ベガパンクのサテライトは、ベガパンク本人を元に作り出した分身のようなものなんですよね。ベガパンク本人もサテライトの一人、アトラスにあったルフィたちに対して、先ほどお前さんら、ベガパンクを名乗る少女にあったろ。あれはわしの分身で、この島に6人おる。それぞれ私に必要な要素のエキスパート。6人合わせて私1人分の人格じゃが、労働力は6人分と話していたので、サテライトは例えば、釈迦で言えばベガパンクの正しさのエキスパート。リリスで言えばベガパンクの悪のエキスパート。そしてヨークで言えばベガパンク欲求のエキスパートということになるんですよね。で実際今週のワンピースでベガパンクは血液の提供とクローン兵を作る許可をくれりゃボニーの莫大な手術費はゼロでいい、金などなかろうっていう取引をですねクマに持ちかけたわけなんですけど、こういう取引だったりお金のことについて引き続き話しているのは今のサテライトだとリリスが引き継いでるわけなんですよね。こちったら研究費が常に逼迫しとるんじゃ、金品をよこせ、そしたらお前らなんか用済みじゃということを思いやりの自分に言ってたわけなんですけど、このようにベガパンクの中にあった悪の側面がリリスに引き継がれていると。でそこで今週最新話でクマが言っていたドラゴンのこのセリフ、妙な男だが欲求に正直で信頼できる、つまりベガパンクは常に自分の欲求、まあ、つまりその中でも研究者としての知的好奇心に素直に従って生きてきたってことが分かるわけなんですよ。でそんな欲求に正直な男の欲求のエキスパートサテライトのヨークが、まあ、ああいう風に暴走するのもまあ分かるよねと。でヨークが天竜人になりたいと言っていた、まあ、そもそも裏切ったのも全部欲求に正直な男ベガパンク本人の欲求から生まれたというのは間違いないんですよ。で今週描かれたベガパンクはまだ巨大な頭の頃だったのでサテライトは生み出されてないんですよね。というのもサテライトのアトラスが自分自身がベガパンクだと話した時にボニーが嘘つけ、何言ってんだこいつと考えていたので、今週描かれたボニーがエッグヘッドに来た4年前の時点ではサテライトは生まれていないってことがまあほぼほぼ確定したなと。つまりベガパンクの中からまだ悪も欲も取り出されていないので、この時のベガパンクは時間帯によってはやはり悪寄りの欲求を持っていたとしてもおかしくないんですよね。じゃあ一体どんなことを欲として考えていた
たのかっていう話なんですけど、それはですね、ベガパンクのモデルになったキャラにヒントがありました。早速じゃあそのキャラクターたち紹介していこうと思うんだけど、尾田先生は数多くの作品からオマージュしていたり、実在した人物をモデルにしているっていうのはもうすでにある話ですよね。わかりやすいところで言うと三大将、はい、赤犬、坂月のモデルが菅原文太さん、キザルボルサネのモデルが田中邦衛さんだったりするわけですし、青生地が松田優作さんですよね。海軍の上層部は昭和のメースターたちが、まあ、モデルになってるわけじゃないですか。でさらに直近だと107巻の SBS でもサテライトのピタゴラスは昭和の特撮頑張れロボコンのロボコンをモデルにしてると。で革命軍、北軍、副軍隊長のジロンは戦闘をメカザブングルの主人公ジロン・アモスをモデルにしているってことも言っているんですよね。で今回の考察の主役であるベガパンク本人も、まあ、間違いなくモデルがいるんですが、そのキャラクターがアインシュタインなわけなんですよ。まあ実際こちらのように両方ともベロを出すところもね、まあ象徴的ですし、で、まあ天才科学者という点でも間違いなくモデルにしてるやろうと。で、さらに、ベガパンクは自身の夢を世界中に無償でエネルギーが行き渡る世界にするということを言ってるんですけど、これって、まあ都市伝説好きな人やったら、まあご存知ですよね。フリーエネルギー。ニコラ・テスラと同じことを言うてるわけなんですよ。世界システムというね、まあ全てのこのエネルギーを自由に使えるようになると。何でも使えるようになると。これでも石油とか石炭とか頼らなくて大丈夫だよっていうシステムがあったんですけど、このエネルギーを無限に生み出す構想をしていた天才発明家ニコラ・テスラのこの話をベガパンクは参考にされてるんじゃないのかなと思うんですよね。じゃあ一方でモデルとなった漫画やアニメのキャラはいるのかっていうと、実はかなりベガパンクに似ているキャラクターっていうのがいて、それがねこちらの作品ルパン VS クローンなんですよね。でこちらにマモーという天才科学者が出てくるわけなんですが、尾田先生はね、まあ、1975年生まれなんで、この映画が公開された当時は3歳なんですが、1974年から77年かけて放送された頑張れロボコンをモデルにしているということは、まあ、少し大きくなってから、まあ、この映画を見たという可能性も全然あるやろうなってことを思うんですよ。まあ、実際僕もこの生まれた時にやってない映画ですけど、この映画見たことありますしね。で、このマモーって、まあ、ほんまに天才科学者なんですけど、まあ、どんなやつかっていうと、もうね、やばいやつなんですよ。クローン実験を行っている、いっちゃってるタイプの科学者なわけで、この科学者何がやばいかっていうと、本体がもう脳みそなんですよ。もうマモーか、サイコパスのシビラシステムか、どっちか、この脳みそを言うたら。まあ、それぐらい、まあ、本体が巨大な脳みそで驚きってなるわけなんですけど、実はマモーはこの自分自身のクローンを生み出して、そのために生み出したクローンに意識を乗り換えることで、半分不老不死ですよね。1万年以上生きているっていう人物やったんですよ。じゃあ、この乗り換えるためのクローンは、今の肉体から生み出さなくてはいけないと。つまり、クローンの体からクローンを生み出して、そのクローンからまたクローンを生み出してっていうのをずっと続けなければならなかったため、クローン技術の最大の欠点である染色体の劣化と変異体の発生だけは技術不足で解消できなかったと。クローンは寿命が短いっていう話は聞いたことあるんですけど、まあ、それが起こり続けてるって状態だったんですよね。で、マモンは130代目のクローンの時に自分自身の体を保存して、それ以降は作り出したクローンの脳内に小型の制御装置を埋め込んで、それで意識を同調させることでクローンたちを操っていたと。なので130代目以降は脳だけを独立させて保存していたっていうわけなんですけど、この話って、まあ、ベガパンクにすごい通ずる部分があると皆さん思いませんか？実際ベガパンクといえば、クマが最初に紹介した時に世界最大の頭脳を持つ男と言ってたわけじゃないですか。クマはね、ベガパンクが頭が長い時も見てるわけですから、その通りなんですよね。これも最高の頭脳じゃなくて最大の頭脳って言ってるのがやっぱポイントなんですよ。実際めちゃくちゃでかい頭やったわけじゃないですか。で、この巨大な頭の理由についてはベガパンクがこう話していたと。いや、私は実はな、のみのみのみの脳みそ人間。あらゆる知識を際限なく記憶できるが、データ容量に比例して脳みそもどんどん肥大する。持って生まれた天才の頭脳に無限のデータバンク。それは世界最大の頭脳に育ち、今なお巨大化し続けている。ということで、まずこの巨大な脳みそという点でルパンに出てくるマモーと完全一致してるんですよね。で、さらに、こちら、島のてっぺんを見よう。巨大な卵の裏側にパンクレコーズと書いてある。あれがわしの脳みそ格納庫。離れていてもこのアンテナを通じて電波で繋がっており、全く問題ない。ということで、今のベガパンクの脳みそはなんとエッグヘッドの一番上にある巨大な卵そのものやと言ってるんですよね。で、まあその脳みそとアンテナを通じて繋がっていると。まあ脳みその格納庫ですからね。で、まあそしてその脳みそとベガパンク本人だけでなく特にのサテライトたちも繋がっていて、毎日一回体験と知識を同期していると。で、これもクローン脳内に小型の制御装置を埋め込んで意識を同調させているマモーと、まあ、かなり似てるんじゃないのかなと思ったんですよね。まあ、というわけで、まあ、こんな感じでベガパンクの設定は、まあ、この映画ルパン VS クローンを非常に参考にしてる可能性があるなってことを思いました。じゃあこのマモが何をしたかったかっていうと、完全な不老不死を遂げたかったんですよね。やっぱ1万年生きてるけど、それじ
は不老不死じゃないと思ってたわけなんですよ。劣化していくしね、完全体になりたいよと思うわけなんですけど、これも実はめちゃくちゃワンピースに関係してるなと思っていて、ワンピースの世界では、まあ、天竜人が神とされているわけなんですが、そんな天竜人になりたいっていうのがベガパンから作り出されたヨークの目的なんですよね。で、不老不死といえば天竜人のトップであるイム様がおそらく800年前から生きてるだろうと、不老なんじゃないのかと言われていて、オペオペの実の最上の技として描かれていると。ワンピースの世界でも重要な要素になっているわけなんですと。つまりベガパンクのモデルは魔王であり、この魔王の目的はベガパンクの要素としてオマージュされていると。で、それが本体ではなくサテライトのヨークの目的として描かれたということだと思うんですよね。ただですね、4年前の時点ではまだベガパンクから欲は取り出せてないってことから、ここからクマとベガパンク、そしてサターン星の間でどういうことが起きるのかっていうことがですね、実はね、分かっちゃったんですよね。から今後の展開ってことなんですけど、今週1099話のラストではサターン星がクマとベガパンクの会話を黒電電虫で盗聴していたと。兵器とは人を何人殺せるかがその価値、チャンスを生かせん男だなベガパンク、私に考えがあるというね、まあ、クソみたいなサターン星の発言があったわけなんですけど、まあ、皆さんはこのサターン星の言っていた私に考えがあるってことは何やと思ってます、まあ、これはおそらく、まあ、ここからサターン星がクマの血統因子からパシフィスタを作ることに口出しをしてくると。でボニーが、まあ、人質としてマリージョにさらわれて、それによってクマは七深いになるし自我も失うみたいなことなんじゃないのかなっていう。でそのパシフィスタ自体がヒーローみたいな兵器じゃなくて、ほとんど人を殺すことに特化した、まあ、兵器なんじゃないのかなっていうことだと思うんですけど、こういった過程の中でベガパン君はかなりサターン星よりで結果として動いちゃったみたいな側面があるんじゃないのかなと。で実は今週描かれたサターン星が黒電電虫を使って盗聴しているシーンがすでに描かれたシーンとかなり似てるところがあるんですよね。でもこちらベガパンクの名前が初めて語られた場所です。45巻のルフィとコビーヘルメッポの会話をナミが盗聴しているシーン。ここではおそらくナミ本人が3人の近くに電電虫を置いて、その電電虫を繋げる形で離れた場所で黒電電虫を使って会話を盗聴したわけなんですけど、今週のクマとベガパンクの会話もサターン星によって盗聴されていると。エックスとゴロウ星がいる権力の間を電電虫が繋げた張本人がいるっていうことやと思うんですよね。でつまりエッグヘッド内部に裏切り者が内通者がいる可能性があると。じゃあそれは誰なのかっていうと、まあ、それこそがドクターベガパンクなんじゃないのかって思うわけなんですけど、いやベガパンクはそんなことするわけないやんって思うじゃないですか。まあでもベガパンクのヨークの部分のエキスパートであるサテライトのヨークも空白の100年の研究をしていることをゴローセンに密告したと。で今週描かれたベガパンクの頭が巨大だったということは、この側面はまだベガパンクの中にいる可能性が高いと。クマが国王になった時もサターン星は報告を受けていたし、かつてゴッドバレーで逃げ出したバッカニア族の生き残りということになれば、世界政府はずっとクマの動向を監視してエッグヘッドに来ることも、まあ、分かっていたんじゃないのかなっていうことを思うんですよね。まあ、そこでベガパンクと電電虫をつなげるように指示して、それにベガパンクも従っていた可能性はあるんじゃないのかなと。さすがにねベガパンクが盗聴に気づかないっていうことはないと思うんですよね。で、まあ、クマから生み出したパシフィスタといえば命令を聞く意見順位が設定されているわけですけど、まあ、本来世界政府には金がかかるから仕方なく従っている感のあるベガパンクがなぜか律儀に五老星の意見順をトップに置いたと。でこれもサターン星や他の五老星からの命令やと思うんですけど、ベガパンクなら実は自分自身を一番上にする、もしくはボニーを一番上にするみたいなことがありえると思うんですよね。ただ今のところそういった描写はないってことから、まあ、頭を切って欲や悪を分離させる前のベガパンクは自分の知的好奇心のためなら、まあ、悪寄りの思想を持っている瞬間があるんじゃないのかなと、まあ、故に五老星に従って、まあ、クマに対して後悔していることもあるんじゃないのかなとは思いましたね。で、まあ、この今のベガパンクはそういう素振りもなく、まあ、めっちゃいいやつとして描かれているのは、ベガパンクの生み出したパンクレコーズと、まあ、サテライトたちは1日1回体験を共有していますけど、なぜかヨークの企みは共有されなかったと。つまりヨークは何らかの方法を使ってある一定の欲求の部分のみ共有しなかったんじゃないのかなと。だから今のベガパンクは毒素が抜けていいやつっぽく見えるけど、当時のベガパンクはまだ自分の欲求のためなら非人道的な実験も、まあ、ついついやっちゃうようなマッドサイエンティストやったんじゃないのかなと。まあ、実際マッツってそういう奴らばっかりですからね。でルナーリア族のアルベルとかもまだ研究所のメインがパンクハザードだった頃にめちゃくちゃ人体実験をされてるし、ベガパンクの故郷バルジモアには兵器的発明も大量に残っていると。ベガパンクはもともとそういう悪い側面を持ってるやつだったと考えたらありえるんじゃないのかなと。まあ、実際ねダイナマイトも開発されましたけど、もともとは平和的な利用に使いたくてやったんですが、まあ、結果は武器として使われて多くの人が亡くなって、まあ、悲しんだみたいな話があるわけなんですけど、まあ、ベガパンクも、まあ、そういう結果として見たら悪い側面っていうのが意外とあったんじゃないのかなと。でそれが研究をしたいっていう欲求やと思うんですよね。つまりこの後ボニーのためにクマの自我が失われてしまう過程で、ベガパンクが自身の欲求のためにサターン星に条件を持ちかけて協力してしまう、もしくはその逆、サターン星が条件を持ちかけてきてベガパンクがその条件を飲むというような展開があるんじゃないのかなっていうところはね思いましたね。はい、まあ、ということでですね、今日はこんな感じです。ベガパンクね、まあこの段階ではまだまだ欲求に正直な段階なんで、実験のため
ためならボニーを助けられるならそれでいいよって言うと思うんですよね。だから結果としてうわそれはひどいことをした、世界政府はなんてことだみたいなことでねなっちゃう部分ってのはあると思うんですよね。でそこで繋がってくると思うんですよ、これは全て、サタン星が、仕組んでいると。だからこそボニーは全てを知った上でサタン星に対してめちゃくちゃ恨みができたと。でベガパンクに対してはまあこいつも確かに悪いなって思うところはめっちゃあるし、あれやけどまああくまでこのサタン星に利用されたんやな、もしくはこのサタン星が力強すぎたから、ベガパンクが自分自身の最悪研究はできるし、これはしゃあないと。クマに対する処遇とか待遇とかの部分に関しては、納得いかへん部分もあるけど、クマが納得してるんやったらわしはそれでいいみたいな、じゃあクマ改造するぞみたいな展開で、ある種そのサタン星に協力してしまったみたいなところもあるんじゃないのかなと思いましたね。はい、っていうのが今日の考察だったんですけど、いかがでしょうか。面白いなと思った人はぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。でですね、実は先週出したロジャーに関する考察、これね面白いんですけど、あんまりね再生されなかったんでね、よかったら見てくれると嬉しいです。それでは See you。輝く自分にチャンスが多い。